皆様明けましておめでとうございます。本年度もよろしくお願いします。どうも僕監督と申します。本日もウイニングイレブン2017マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。ですね、まあお正月元旦ということでね、まずはまあおみくじ代わりにね、こちらベストオブ2016、17をね、一度回してですね、まあ本年度の運勢みたいなのをね、まあおみくじ代わりなんで占っていこうかなと思います。まあ、黒がもちろん大吉ですね。3% しか入ってませんね。厳しい。この中吉とかちょっと僕よく分かってないんですけどね。まあ吉、金が吉ですね。21.5%。今日多いな。今日、銀玉。75.5% ということでね。早速引いていこうかなと思います。はい、それではね、おみくじ引いていきたいと思います。ベストオブ2016、17、初めていきます。当然 GP でしか引けないんで、GP で引いていこうと思います。いきます。さあ、今日の運勢じゃないな。今年の運勢を占う、2017年初のガチャどうあかんな、今日や。今日の確率、エムレじゃん。はい、ドイツのリバプール FC、22歳は期待の若手ですね。はい、それではね、対戦相手の方が決まりました。ですね、433のフォーメーションですね。ジネディヌ・ジダンですね。はい、めっちゃ噛んでました。はい。ですね、このフォーメーションでいこうか。というか、もうちょっとイブラがね、調子が落としてまして、どうしましょうかねっていう感じなんですけどね。もうちょっときついな。アレクシス・サンチェス、復帰。で、ロイスもちょっとね、調子悪くはないねんけど、スタミナ減ってるみたいなんでね、もうちょっと踏んだり蹴ったりみたいな状況ですけどね。さすが今日やで、ほんま。さあ、まずは、もうこれ普通やね。あ、クロス対策しようね。グリーズマン、あ、クロス上げてくんのこれで。まあ、ええか。もうクロス好きなだけ上げてください。レーティング689ということで、まあやっていきますか。分かれへん。もうとりあえずスリートップな。どこまでロナウドねえ。使えるかというか、まあ、どこまで引っ張れるかやろうな、これ。ついでにコバチッチもね、調子悪いしね、絶不調。まあ、前半でね、まあ、どんだけ点を取れるかみたいな感じやろうな、とりあえずな。相手の心を折ることができたら、もうそれを勝ちや。そこで勝ち。相手のことを。よろしくお願いします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。リバプール対アトレティコマドリード。今日の試合、ルイス・エンリケが先発出場しています。そうですね。エンリケが先発出場。続ける献身性、決して諦めない闘志、そして抜群のリーダーシップ、敵味方問わず多くの選手たちのお手本となる選手ですよね。まさにピッチ上のプレスイデント大統領ですよね。そう簡単にはさせる。なんかすごいこと言ってんね。プレゼント大統領みたいな。そこまで気合い入れて入れること今日のことで。先日エージェントが連れてきた選手と新たに契約しました。すごいな、調子悪いな。力のあるエージェントとの関係維持、これも必要なんでしょうね。そうですね、クラブはエージェントの見聞きが頼りですからね。監督はいかに優秀なエージェントを見極めるかも、采配に大きく関わるポイントだと言えますからね。味方を走らせる。ほい、先生、よっしゃ、ナイス。よっしゃ、ゴールラッシュで開こうぜ、まずな。開こうぜの意味がよくわからんけどな。ゴールラッシュで。2017年スタートしようぜ。結局な、ナイスカットじゃないけど、そうですね、ちょっとあれだな。はい、ゴールラッシュ、いけるぞこれ。調子がいい。そうだったらもろもろの調子は悪いかもしれんけど、調子がいい。シュート前の一歩で勝負あったか。キレのあるスルーパスからの一発。そうですね、出し手と受け手の一卒、ラムジーね、ラムさあリバプール、さらに点を追加し2対0としています。リバプールとしては立て続けですからね、持ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。チャンスですよ。ああリバード早いと、おっしゃ、それでも負けん。ああちょっとな、惜しかったな、押し込みすぎやな。ワンタッチプレーを積極的に狙ってくるという情報があります。これについてはどういったプランで臨んでいけばいいんでしょうか。そうですね、縦に早く出す展開と横へパスを待ちながら展開するタイプに分かれますけども、大事なことは無駄にスペースを与えないということですよね。相手選手を離さない守備よりは一人一人が守備の範囲を決めて取れそうやった。でも相手もちょっと合わせちゃったな。やべえみたいな感じ。うわやべえ、うわやべえ、やばい。おい取られへんかった。ちょっと軌道が変わった。あグリーズも速い。まずい。キーパー。よし。おっしゃ復帰。いない。はいこっちに来て、まずロナウドに渡す。こいつが怪物ですよ。からのちょっと何やろ、そのパスな、ちょっとよく分からへんな今の。オッケー取った。読んでいきました。おっと当たるリバウンド。ちょっと結構なスタミナ気にせずゴシ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 じゃない、ゴシゴシね。あっとゴリゴリいってるからね。オッケーオッケー。もう切り打ってきましたね。距離ありましたけども。これでちょっとヘディングが勝てなそうやな、このルイゾンという男の。僕の記憶はね確かならね、ルイゾンという男は結構屈強な。おっとやばい。周りと連動することによって進化を発揮する香川真司。危ない、何を言ってるんだ。危ない危ない。ピピ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 ケっていうかペペっていうかちょっとよくわからないなってことだ。おいよ、よしこれでどうだ。うわーらっしゃい。元祖怪物目のこれを繰り返していけばいいと思いますけどもね。いいよパンフランちょっとフェノメノ取ってかっさらって、あうちょうちょう気がしてどないすんねん、やめて。気がして要素なかったけどな。フェノメノはな気がしやすいような気がするんだな。新旧フェノメノ OK。そうシールが入って、スタミナ気にせずゴシゴシ、またゴシゴシ言うてる。ゴリゴリいくよ。オッケー。さあアトレティコマドリーボールです。スローインをカット、これは読んでいました。どうなった。おっと復帰持ってさあゴールに向かっていく。オッケー。いいボールじゃない、いい位置いいボールでこの位置危険です。この距離なら直接狙える距離でしょうね。行ったろか、これこっちにドカンと行ったろか。ほらダメか。これも打つ。まあとりあえずこの時間帯リズムがいいでしょうね。でかいあってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。打ってからのどうした。いいぞ。3点も先行した。気持ちよくプレーできてる。本当楽しい。今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。そうですね、このクラスの選手になると、ボールをもらう位置や動き出しのタイミングなんかはもう染みついてるんでしょうね。これはワールドいいね。オリンピックの地で素晴らしいプレーです。皆さんはい、それでは後半戦やっていきたいと思います。さあ行くぞ。ここもしっかりディフェンスしました。オッケーじゃねえな。あ、まずいよっしゃ。でも大丈夫、何に乗っても大丈夫。さあ繋がるか。おっしゃい。いいぞ。後半もね、素晴らしいものにして我々の展開にしていこうじゃないか。手にボールを送ります。おっとマティッチリバウンド。さあサイドにはたいて、ここは落ち着くぶっと落ち着くところやろ。ここでリズムを変えて、あっとリバウンド、取ってる。フライ振らせられへんかった。完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しい。いいじゃないですか。強引な感じにも見えましたけどね。ああいった攻めでもこのままいくとロナウドの位置に、ああどうやろうな。でもさすがにな、結構連戦ついてるな。誰やったっけ。うわっマジか。直接入っとったらスーパーゴールやったぞ。トラップしてもよかったな今。まあええわ。もうここまで来たらな、別に4点目というよりもやっぱり豪快な、すごいあのタイミングのボールが長いボールを送ります。このボールをカットします。柔らかいボール。さあロナウド上がる。シリングしっかりと抑えました。マティッチ、おっとちょっと怖い。ああ相手に渡しまった。優しい相手のパスになってしまいましたね。何やそれ。薄やん。いいシャイン出してるけどな。なかなかそううまくはいかんないな。今こと一緒ですよね。おっしゃ。どうぞ。どうしても欲しいわ。無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して、隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどもね。オッケー。いいよ。バルザッディか、ちょっと寒いなそれは。マティッチ。ピッチからサイドにはたいて、ここだ。オッケー。なんというの。オッケー。よし、2017年このダンスでね、ロイスダンス。オッケー。可愛い。なんかほんまに踊ってんのかな。なんていう名前のダンスかも知らんし。本当にロイスダンスって言ってるんです。体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、これがゴールを生み出しましたね。よし、選手交代の時間帯だ。というかロイスを変えないな。いい加減な。連戦というか連勤やからな。さあリバプール、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。フルカードをさせすぎてる。最近絶好調になりすぎやからな。ウィルシャー、もう一つ前に行きたい。うわー、またええ感じで抜けたと思ってんけどな。あ、いたぞ。なんか変なことやった。フライで出したつもりだったからな。オッケー、取った。おっしゃ。なんかすごいこの前のね、うっぷんみたいな話す感じの展開になってますね。もうちょっとやっぱりスタミナ気にせず行き過ぎたな。無理。勇者は無理じゃないけどね、一応いけるっちゃいける。どうするこれ。こんだけもう出したれこれ。オッケー。気にすんな。いけ出したれ。でもロナウドのままでもよかったかもしれんな。よう考えてみたらスタミナなかったけど、リバプールは残る一つの交代枠をどのように使ってくるのでしょうか。不調というのを気づかないようにするなあかんな。おいジェラール・ピケ、無失点でいきたいね。おうミスった。このボールはカットです。なんかチャレンジはしません。後ろに流す。なんか動きづらい。気のせいか。ほら。不調でもこれ怒ってるな。何やあれ。うちの王様怒ってますわ。怖いっす。まあ今マークが甘かったですからね。一瞬空いてしまいましたよね。はい、ダメか。ちょっと伸びてしまいました。ルイゾン。積極的に仕掛けます。やはりダメか。OK。マティッチ。パンフラ。リバウンド。ピキタカみたいな。違うけどね。あ、まずい。まずいことだった。よし。いけるぞ。いい展開ですね。よしよしよし。意味が入ってこいへんな、なんか。もうちょっと。リバプールとしては、やはり高さを使った攻撃をしてくるでしょうね。もちろんよ。おっと。おっと。ちょっとなんか変なことになってきた。グリーズマン。大丈夫よ。大丈夫よ。ここでね、行かれんようにしながらね。まずいな。ああ、やばい。なんや、危ない。打ってくれた。これ勝とうね。あ、まずい。ああ、よいしょい。いけるで。はい、いくわ。ここは競り勝ちます。オッケー。ウィルシャー。ウィセンリケ。OK、大丈夫よ。なんと、おいおいおい、おっ、取れ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 。まあまあまあ、ええわ、そこまで。よしよしよし、5対0。おっしゃ、いいあれが切れたな。いいスタートが切れたな。2017年、最高のスタートが切れたんじゃないでしょうか。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。もっと競ってる試合とかの方が良かったかもしれんけどな。攻撃的で非常に迫力ありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。まあそんなに調子自体選手たちね、あんまり良くなかったかな。そろそろお別れの時間です。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。結構スリートップでなかなかこんだけ点取ったんって初めてちゃうかなって感じじゃないけどな。リバプールが大差をつけ試合を決めました。いやー、なかなか良かった。ここは一つね、本年度もね、皆さんよろしくお願いします。一応ね、まだ知らない方とかもおられるかもしれないので、一応言っときますと、ウイニングイレブンの動画自体はね、19時ですね。19時に出してます。で、木曜日だけメンテの兼ね合いで、15時に出すことが多いです。まあ、一応僕の動画っていうのはね、19時か15時、この2つのね、どっちかに出てます。まあちょっと関係ないことないけど、僕の動画の中でわさこれの動画は、ちなみにわさこれは水曜日、毎週水曜の15時に絶対出してます。で、入れは19時。まあわさこれあるときはね、出せへんことも多いんですけどね。はい。まあそんな感じです。木曜日だけ15時ってことだけね。まあ19時に出してもええねんけど、メンテの時の方がちょっといいかなというか、なんかこすい考えがあるんで。はい、ということで、レーティング6しか上がりませんでした。718。はい。まあまあ、ぼちぼちね、勝てってね、2017年中にね、レーティング800。800は言い過ぎか。言い過ぎじゃない。目標としては900目指してね、やっていこうかと思ってます。ちょっと900以上になってきたらな、1とかしか上がらんから、ちょっと、どうかなっていうところあるんだけど、まあ、皆さん、本年度もよろしくお願いします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。おおきに。